際の年よりかなり上に見られたって来てますけど、おー、社長は怒りますか？怒んないけど、まあイラッとはするんじゃない？何言ってんだろうこの人、冗談下手くそだなって思う。社長って40歳でしたっけ？いや、20歳。そっかね、20歳か。20歳っていう返しをしちゃうぐらい。あー、なるほどね。うん、もう本当のことも言わない、そのまま20歳で通すときある。すごい、本当は35歳ですよね。切りません。2022年来られたこと、起こったこと、集めてみましたが、そうですね、インスタグラムで、はい、たくさんありがとうございます。社長は何かありますか？ないです。ないほぼないんじゃない？なんか叱ったことはあるかもしれないけど、記憶にない。イラッとしたことは、バス乗るときにバス停待ってたら、やんちゃな兄ちゃんが歩きタバコしながら一人で路面にベンチ座って道路に向かってその捨てたタバコを投げた瞬間にめちゃくちゃイラッとして、さすがに言おうかなって迷ったんですけど、でそういう人と関わりたくないので、このタバコを後で消しておきました。ありがとうございます。世界は救われました。怒られたことは多分あると思う、怒ってくれる人自体は少ないけど、まあでも仕事の話とかが多いんで、これどうなってるんですかみたいなお問い合わせとかが、それは仕事してたらあるよねぐらい。ああ、ちなみに怒ったこと、怒られた一つあります。お、どっち？企業法。お、怒ったんだ。ミセスグリーンアップルさんが好きなんです。そうやね、もう会社でずっと流れてるもんな。はい、友達がですね、うん、まあ、ライブに行ったらしくて、へー、もちろん私も行ったんですけど、おー、でまあ感想も言い合うじゃないですか。なかったねとかでいいのに、うんうん、声出てなかったねって、お前それをさって何それって、初めての感想それみたいなっていうのがありましたね。声出てなかったねの感想。でも素敵なライブだったんでしょ？はい、最高でした。でそこから友達はちゃんとハマってくれて、きっかけになったわけだ。じゃあいいじゃない、いいじゃない、愛がゆえだね。万引き犯を捕まえた時にかなりの金額を所持していたのを目の当たりにしておりました。万引き犯がめちゃくちゃ金持ってた。何に万引きしちゃったわけ？まあお金持ってる持ってないどっちにしろよね。何でしたか分かんないけど、万引きダメでしょ。部長が目の前で万引きしてるところを見たらどうしますか？カゴ持っててこっちだよって言ってあげる。お兄さんこっちだよ、こっちに入れるとき、あれこれもしか俺が言うでっていう直接ですね。なんかその人が本当に話しかけちゃいけない感じだったら、今後も含めて店に言っちゃうかな。後輩がタンポポの綿毛を頭にかけてきてブチ切れた。あら、まあ、メルヘンだね。まあね、耳に入ったりしたら大変ですからね。確かにね、危険だね。危険だったら良くないか。やるときはぜひ耳栓を必ずした上で楽しんでいただければなと思います。耳栓も用意しろとちゃんと後輩に教えてあげるのがいいかもしれない。鼻の穴は大丈夫？鼻の穴も大丈夫？いや、良くない。あ、じゃあ穴という穴に詰め物をした状態で遊んでいただけたらなと思います。仕事で使っている PC を勝手に見られ大事なメールを削除されました。翌日退職を決めました。同僚とか上司とか同じ仕事関係の人かですね。なるほどね。まあでも退職するきっかけにはいいんじゃないですかね、うん、人として信用できなくなっちゃったっていうこともあると思うし、怒っていいと思います。怒っていいと思います。うん、じゃあ俺だったら多分、まあ、見られるようなことは未然に防ぐしのは当たり前だけど、もしそうなっちゃった場合は追求するよ。なんで見て、なんで消したのか、関係性に何かがあるんだろうなとしか思わないから、ここが解消するべき相手なのか、会社も必要なくどうでもいい人なのかによるかな。彼氏が子持ちだったこと。おー、なんか本当にドラマとかアニメとかでさ、相手にさ奥さんとか夫いましたとか子供いましたとかめちゃ見るけどさ、そういう世界本当にリアルにめちゃくちゃあるんだなっていうのを俺どんどん大人になるにつれ知って、ちゃんと聞くってめっちゃ大事やなって思う。結婚する上で相手が今どういう状況なのかとか知らずにやっちゃうパターンってすごい多いと思うんですけど、後から知って取り返しつかなくなる前にこれから一緒にいたいならちゃんと知っとこうみたいな話だと思います。私が子宮の病気で冷やさないようにと主治医から言われてるの、母は知ってるのにカイロいらんよなの一言。これセンシティブですね、かなり。まあ本当にいらんよな、もうどういう状況で言ったのか、あったかそうだからもう十分だよなって思って言ったのかもしれないし、お母さんなりの優しさだったのか、それともどういう気持ちなのかちょっと分からんけど、そうね、置いといてってそのぐらいだったらいいけど、その中でも怒っちゃうと思う。しょうがないと思う。自分でできることが本当に限られてくる時もあると思うんですけど、なるべく自分でできること頼りたいところっていうのを自分で分かっておくといいのかなと思います。
旦那に楽しみにしていたチョコを食べられた。あー、かわいい。もうこういう話はね、俺ニコニコしてるね。なんでもう愛やんみたいな。それはもう怒ってしょうがない。怒っていい。喧嘩もしていい。微笑ましい。買ってきてもらわないと。そう、買ってきてもらった方がいい。絶対ちゃんと買ってきてもらって、ただ今食べたかったのに食べられたっていう、そういう話もあるかもしれないんで、その分、その時の分、旦那に買い物を付き合ってもらうとか、ディズニー連れててもらうとか、なんかいろいろ旦那さんケアしてあげてください。上司から頼まれた仕事が連絡もなく倍にされ、私の責任にされたのでクビと言われてもいいやと。結構もうクビになってもいいやっていう気持ちになってるっていうかな。環境が良くないんだったら自分から辞めることも考える。なんかちょっと気になるのは、クビにされてもいいやだと結局人の判断煽ってるというか、自分の意思じゃなく何々されたからこうだったっていう自分の被害者になっちゃうんで、そうじゃなく、その自分がこうしたいからこうするっていう風に考え方を変えていった方がいいのかなと。できないこともたくさんある中でできることをやっていく、人のせいにしないっていう意味で、されてもいいやじゃなく自分からそうしてやるっていう気持ちになれたらいいのかなって。私は怒られることも怒ることもなかった。おお、いいですね。平和ですね。平和です。まあ、平和の中でね、チャレンジすることも大事だと思うんで、2023年もチャレンジしつつ、はい、怒ることも怒られることも、もちろん叱ることはあるかもしれんけど、よりチャレンジ、より楽しい2023年にするぞ。おー、せーの、おー。